九中三殿は皇居吹上御苑にある賢所、高麗殿、神殿の総称。これら三殿を一括して、賢所とも称する。九中三殿のうち、中央が皇祖アマテラス大神を祀る賢所、その西側が歴代の天皇や皇后、皇族の礼を祀る、高麗殿、その東側が天神地義を祀る神殿。三殿の西方にあるのが、新家殿で、 ここでは11月23日に新滑祭りが行われる。宮中三殿は、県所、高齢殿、神殿の三つの建物の総称で、二重橋の後方に鎮座している。県所は南向きに建てられており、その西側に高齢殿、東側に神殿が、回廊によって連結されている。県所は一段高く、三殿の中でも最も大きい。三殿の屋根は、当初は、 日和田武器だったが、後に銅板武器に改められている。それぞれ神道の神を祀っており、宮中祭祀の中心となる。宮中三殿の構内には、付属するいくつかの建造物が配置されている。三殿の西方にあるのが、神家殿で、普段は空殿だが、毎年11月30日に、新滑祭りが行われ、神家殿前提では、元旦に、四方廃が行われる。 その他、鎮魂祭や天皇、皇后の小族への着替えが行われる両貴殿、皇太子、皇太子妃の着替えが行われる、東宮殿、神楽を奉納する、神楽社、者、学士が雅楽を演奏する奏楽者、列席者が待機する、左役者と右役者、賢書に生体する、賢書正門、新し吉見殿に生体する新家門などが廃されている。九中三殿では、 公室採取を司るため、国家行政機関たる区内庁の組織とは別の内定の組織として、商店職が置かれ、商店長の統括のもとに、商店次長、商店、内商店などの商店職員が置かれている。内商店は、全員が三殿北側の詰め所に住む。毎朝午前8時から、県省及び高齢殿では内商店、神殿では商店が、 聖酒や神鮮などを備える、一物儀をそれぞれ行う。続いて、午前8時30分には、宮内庁寺住職の当直寺中が、県所、高麗殿、神殿を天皇に代わって拝礼する、毎朝五大拝を行う。一物儀及び、毎朝五大拝の各儀式は、拝聴や、宮中語が発せられていても、欠かさず行われる。宮中三殿の祭祀は、明治維新から、 九州採取の変遷と全時的集約を経て、京武将が成立した直後の明治5年4月2日に整ったと解されている。この時鎮座された皇居内の砂廃殿は、翌1873年に皇居西の丸から出荷の際に類承したため、赤坂仮御所へ同座された。現在の九州三殿の建物は、宮内省一等匠でを務めた。 紀子清高の設計で、1888年10月に、竣工し、翌1889年1月9日に、先座された。第二次世界大戦中の1944年には、空襲を避けるため皇居内の防空壕である、音木ぎえ動座されの終戦により戻る、2004年6月18日には、建物の耐震劣化調査のため数十メートル離れた。 場所に設置した仮殿へ一時的に動座された。八鏡実物は、非公開公祖神の天照大御神を祀る。お玉城として、主人天皇の命によって作られた心境が、包在されている。また、賢所と呼んで心境そのものを指すこともある。八鏡は、古代より宮中で採取されたが、伊勢神宮が創建されるとそこに移され、宮中では別の心境を祭り、 ここを賢所と称した。剣所は平安時代は運命度の室町時代以後は春京殿にあり、かつては内史が管理したため内史所とも称された。商店及びない商店が御用を建て祭り、忌み日を守り続けるとされる。神聖な場所のため、汚れを嫌い、地震のなどの格な規律があるという。古代から続くという宮中祭祀が行われ、現在の上皇后。 みちこや皇后、まさこ、皇族の平を宮中に迎える、結婚の儀もここで行われた。その際、皇妃が賢所を退出した際に婚姻成立とみなされる、歴代天皇及び皇族の礼を祭る。明治維新の際、神仏判前令により、宮中でも祭祀改革が行われ、明治2年、再興された神議官が付属の神殿を創建し、合わせて、 歴代天皇の霊を神式で祀った。このため、平安時代より宮中で、歴代天皇を仏式で祀っていた、黒戸は廃止され、歴代天皇の遺廃や尊蔵は、潜入寺、霊明殿に移された。神儀館の神儀書への昇格に伴い、明治4年9月に宮中に先座し、剣書と共に、皇廟と呼ばれた。明治十年には、皇妃や皇族の霊も講し、 明治33年から高霊殿と称した。天皇や皇族の礼は死後1年をもって高霊殿に合祀される。毎年春分の日と秋分の日には春期、秋期の高霊祭が行われる。また1月7日は昭和天皇祭、4月3日は神武天皇祭が行われ、式年に当たる時は御両で天皇の神祭が営まれ、高霊殿では皇太子、 皇太子妃拝礼する、天神地儀を祀る。明治2年、再興された、神儀館が付属の神殿を創建し、天神地儀及び律令制での神儀館の八神殿の、八神を祀った。当初は八神殿と称していたが、明治5年、神儀省の祭祀は宮中に移され、八神殿も宮中に遷座し、八神と天神地義を合祀して、神殿と改称した。 毎年春分の日と秋分の日には、春季、秋季の神殿祭が行われる。ありがとうございます。